三重県津市の高齢者施設一志の里にやってきた一人の女性。やっぱり無理はね、まあ、無理はさせたら疲れるしね、まあ、そりゃそうや、なんかこう行きませんな、年行くと流れてしまって。池田絹さん、大正13年生まれの御年99歳。ここの入居者ではなく、ここで働く看護師です。ここに就職した時には88でしたんさ。もう 2,3 年ね、あの看護婦で最後 の仕事をして、そいてもあの辞めようと思って、そのつもりで来たんですけどね、10年経ちました、うん。働き始めた10年ほど前は週4日フルタイムでしたが、最近は人手が少ない週末などに数時間だけ勤務しています。ご苦労さんやな、おばちゃん。ご苦労さんな。入居者のほとんどが池田さんより年下。エプロン姿で生き生きと働くその様子に入居者も元気をもらっているようです。池田さんが看護の世界で働き始めたのは19歳。太平洋戦争中は日本軍の看護要員として兵士たちの手当てをしていました。終戦後は地元三重県に戻って結婚し、子育てをしながら看護師の仕事を続けてきました。出てばっかおるから、うちにおるとすごくね、なんか取り残されてるような感じがして、出てみんなと一緒にあの話しながら動きながらそうやって仕事をするっていう環境がいつの日にか荒れてるようになったんですね、うん。看護師一筋80年。しかし最近は本当に気分も重い務まるかなっていう、うん、健康的にね、皆さんに迷惑かけてまでね務めるということは良くないことやし。年を重ねるにつれ衰えを感じ、他のスタッフの足手まといになりたくないと思うようになりました。それでも池田さんが働き続けるのは誰かの役に立ちたいという思いがあるからです。去年はある重要な役割も。 Ladies and gentlemen, a very good afternoon. That's all from Malaysia. From the Philippines. 去年3月に行われた ASEAN のオンライン会合、そこにはパソコン画面に向かう池田さんの姿がありました。厚労省が主催したこの会合のテーマは人生100年時代。 ASEAN10 カ国の関係者らが社会福祉、保健医療、雇用について議論しました。そんな中、看護の場合に65の定年引くということについては、働きたい人の意欲を阻害するような気がするので、65歳では若すぎるような気がします。池田さん、ありがとうございました。池田さんは日本代表として自分の経験を踏まえた高齢者雇用の現状を講演、日本の定年制の在り方について疑問を呈したのです。耳がちゃんと聞こえて健康で動ける人やったら本当80までは大丈夫、いけると思うんです。まあ、今の社会情勢からやっぱり働く人を、ね、掘り起こしてるわけですから、意欲ある人やから働いてもらったらよろしいですよね。日本ではほとんどの企業が従業員の定年退職を60歳もしくは65歳と定めています。池田さんは
仕事をしたい高齢者が働く機会を作る必要があると訴えます。一方、海外の定年退職を調べてみると、イギリス、カナダ、オーストラリアなど原則定年制そのものがない国が想像以上に多くありました。さらにアメリカなど定年制を年齢差別として禁止している国もあることが分かりました。定年制はやっぱり違うんじゃないだろうか、働きたい人はいるわけですし、そんなの関係ないですわ。池田さんが働いている一市の里でも、年齢によっては差別はしてませんので、能力があればできるっていう形でやってました。一市の里に定年はなく、スタッフ83人中3分の1が60代以上。池田さんを筆頭に70代、80代のスタッフも雇用されています。1、2、3。看護師の橋口光子さんは82歳。池田さんと同じく10年ほど前からこの施設で働き始め、今もフルタイムで働いています。もうすぐ83歳、頑張ってます。もうな、年齢やでさ、それでも働いてるのは偉いもんやわな、うん、ありがとうございます。頑張ります。入居者とも年が近いため、いい話し相手になっています。もっと働くチャンスを皆さんがね、得られるといいなと思うんですけど、私は働けてるから幸せ。まあありがたいことだ、一生懸命頑張りましょうって思いますよね。他にも朝食をしてます。夜勤だけね、1ヶ月にだいたい平均10日ぐらい入ってます。夜勤専属を希望して勤務する80代の看護師も、ここではそれぞれの事情や希望に合わせた働き方をしています。一緒に働く若いスタッフはすごくやっぱり苦労されてきて今があるので、こう的確なお声かけをされているので、すごく見習う部分が多くあります。若い方だとね、やっぱりこう小さいお子さんがいて、こう急に休まれたりとかで、やっぱりこう年齢がいかれてる方は全然少なかったら入れるよっていうふうに言ってくださるので、とても助かってます。高齢者は子育て世代が出勤しにくい土日なども率先して入ってもらえる上、価値観や年代が多様なほど互いを補えるといいます。そんな中、先月いつものように職場の更衣室にいた池田さん、しかしロッカーから取り出したエプロンを着ることなくカバンに。ロッカーに入っていた荷物をすべて片付けてしまいました。そしていつも履いていたスリッパも。池田さん、持って帰られるんですか？本当にね、腰が痛いしね、飽きませんな。働きたい気持ちはあるけど、やっぱり体力がついていきませんでね。はい、ありがとうございました。池田さん、迷惑をかけるからと一線を退くことに。またね。ありがとうございました、うん、すみませんでした、社長さん。うん、またね。ありがとうございます。本当はしたいんですよ。本当は、ね、本当はずっと働きたいと思いますね。そんな池田さんが仕事でなくても何らかの関わる形を作れないかと、浅野社長は新たな試みを考えています。看護小規模多機能って書いてありますけど、地元のお年寄りの人も来れます、もちろん若い人も来れますよと。でそういう、まあ、お茶の話をする場所
うん、そういう場所を作るっていう風にしたいなと思ってますね。今度そういうのできますので、できたらボランティアとか含めてね、遊びに来てもらったら。仕事を辞めた池田さんはどうしているのか。一人で暮らす自宅を訪ねました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんなお魚のところですけども。いえいえ、はい、本年もそこには元気な池田さんが。短歌勉強しようと思ってな、季語を勉強しようと思って、うん、ちょっと季語が入っとるとさ、なんか短歌したような感じでしたんか。新たな生きがいを見つけようとしています。働きたい気持ちはありますか。ありますね。で本当はボランティアでね、皆さんとお話しするのもいいか分かりませんしな、うん、気持ちは生涯現役です。